ございます。こんなに小声で話さなきゃいけないほど早いわけではないんですが、今7時31分、もう黒犬パパはお風呂にも入ったし、そろそろ出かける準備をして、あと1時間後には、新宿までかっ飛ばします。足をね、足でね、電車でね、電車で行って都庁まで行って、ちょっと怒られてきます。そんな用事を今日は抱えております。帰りに、皮膚科に行って帯状疱疹の相談をして、多分帯状疱疹じゃないかなと自分で思ってるんですが、お医者さんからすれば勝手に自分で診断しないでほしいって思うでしょうけれども、まあ見てもらうか、もしくは予約だけ取りにね、突然行って、の話なので行ってきます。治療は来週になるかもしれませんが、というスケジュールです。そしてその後、黒犬おじさん、改め最近では、チーム黒岩家そんな名前だったかな、のライブ配信、歌の配信をします。じゃあね、まだだけど行ってくるね。ジャン君、ポンちゃん、さあパパは出かけてきます。またお昼を過ぎてから帰ってきたらお会いしましょう。おやすみなさい。ピクミンでした。ピクミンが届ったみたい。引っこ抜いてみてよ。まだよく分かっていません。どこを触るの？ん？なんで交換なの？ちょっと家に帰らないと分かんない。まあ、とにかく歩いてみる。あ、帰ってきましたではなくて、帰ってきてすぐ黒犬おじさん勝手に歌うチャンネルをやってですね、あ、じっくりね、じっくり寝てるのね、歌がするとね。それからこっちは、はい、首だけ出てます。寝てたね。そして、黒犬おじさんは生配信を終えた直後に今度はまた病院に、なんか知らないけど帯状疱疹の疑いありということで行ってきます。病院行ってさ、帯状疱疹なんですっていうふうには言わないようにします。プロがねちゃんと見定めてくれるので、ブツブツできたって言いに行きます。ジャン君、報告があります。黒犬パパは帯状疱疹になりました。ガンガンカンカンカン、パン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 。
呼んで。なんか帯状疱疹の人の話を聞いていたので、かなり早めに、皮膚科にね、皮膚科に早めに行ったのを先生に褒められました。普通はね、お腹が痛くなるから内科に行くんだって。で、点々として何をやってもうまくいかないって言って、最終的に帯状疱疹の疑いで皮膚科に来ると。それまでブツブツ出ないってこと？いやいや、出るんだ出よてね。もダメなんだ。何が悪いんだろうみたいになるらしいのね。まあ、そこが出ているって話を患者さんがしないのかもしれないけどね。で、私の場合は帯状疱疹の話を生配信でしていたので、大変ですねっていう話をしていたので、帯状疱疹を疑って皮膚科に行ったら、まだ初期なので治りやすい。そうでよかっす。たね。はい。まあ、いろいろね、水をたくさん飲んで、それ用の薬を、なんか腎臓に負担をかける薬だからっていうことで、水いっぱい飲みなさいと。にそゃれんだこけとで一緒だす。ね。ああ、そうになんゃんだ。こも腎臓に負担がいっぱいかかるから、お水をなるべく飲ましましょう。はーい。じゃあね、この仲間入りということで。すればいいの？ピクミンが写真を探しています。どういうことか分かりません。写真を選択すべての、後でにできないかな。とりあえず許可してもらえるん？ちょっとうるさいね。今日多分5000歩ぐらい歩いたっていうことが今出たのかな。今日はどんな一日でしたか。大変だったよ、それは。ということで、まあでも、じゃあ普通。はい、よかったね。5019歩。ということで、よくわからないままピクミンをやっておりますが、マオイママさんにですね、ピクミンを入れてもらって、勉強してもらって一緒にやってみようかなと思います。帯状帯状疱疹 になったので、運動は避けなさいと言われましたので、まあ、ゆっくり散歩ぐらいですかね。